前橋前橋前橋だ。おっと、どうしました？群馬の前橋のイントネーションだよ。え、前橋ですか？前橋だ。あ、群馬の人は平坦で言うんだっけ？なんだその我々が間違ってるみたいな言い方は。前橋が正しいんじゃないの？群馬のものを群馬の人間が言ってるんだから、正しいのは前橋でしょう。どうも前橋って言っちゃうな。いい加減覚えてほしいわ。じゃあ他の言葉で同じイントネーションのもの、例えで教えてよ。他の言葉？普段使うような言葉で似てる感じだとスッと入ってくるかも。そしたら割り箸と同じですよ。割り箸、前箸、ああなるほど。前髪とかも同じですな。前髪、前箸、はいはい。くちばしも同じですぞ。くちばし、前箸、同じだ。そしたらこれも同じ感じですかね。台無し、門無し、用無し、いや同じだけどなんかやだな。思ったよりスッと入ってきましたぞ。でしょ、これで大丈夫なはず。じゃあ逆バージョンもやるか。は？前橋と発音が似た言葉。いやいらないだろう。目覚まし、駆け足。おお、やめろ。夜更かし、おひたし。もういいって。そしてこれはなんて読む？前橋。おお、釣られなかった。強い。